いやいやいや、どうもどうも、皆さんこんにちは。ガズギターのガズでございます。こんにちは。今日このギター、すごいでしょ？ほら、ギブソンって書いてある。ギターはでかいな。これね、何かというと、借りてきたんです。借りてきたの、このギター。誰から借りたかというと、いつもガズレレのね、ウクレレ、一緒に作って G ラボの代表の上田さん。はい。上田さんが持ってるギターを借りてきました。というのも、上田さん全然弾いてないみたいで、ガズギターせっかくやってるから、ちょっとこのギター借りようかなと、いっぱい持ってるんですよ、上田さん。一言で言うと、こう、いい楽器をたくさん持って、コレクターという要素もあるんですけど、私がちょっと、借りて使ってみようかなということで、すごいギターを今日は借りてきて、弦がね、もう全然張り替えられてるので、調整されてないんで、今日ちょっと、お掃除しながら、弦交換しながら、ちょっとこのギターを紹介しようかなと思います。じゃあ、早速、皆さん見たいでしょ。よしよし。見よう。こんなギターでございます。これすごいんですよ、このギター。じゃーん。じゃーん。はい。これはギブソンの、ニック・ルーカスモデルというアコースティックギターでございまして、ちょっと一回これをケースを片付けて、よいしょと。ケースがでかいんだ。はい。これ、すごくない？ニック・ルーカスモデルというギターで、これね、僕もあんまり知らなくって、ギブソン、ここにヒストリックコレクションって書いてあります。後ろにヒストリックコレクション。ちょっと見えづらいけど。これをですね、今から綺麗にお掃除して弦を張り替える動画を撮っていきたいと思うんですけど、ちょっとさっき弾いてみたらさ、もうめちゃめちゃいい音するんですよ。すごいよね。もう引き込まれちゃういい音。でもこれね、よく見ると弦もですね、もう相当張り替えられていないしね、ちょっとこれ、いろいろいじっていこうということで、弦を変えていくぞと。今日は何の弦に変えるかというと、普段はね、エリクサーというコーティング弦なんですけど、コーティング弦をよくガズは使ってるんですけど、今回はこのコーティング弦じゃないダダリオのですね、カスタムライトゲージ011052、これを貼っていこうと思います。こっちの方がね、音がピュアにわかるかなと思って。とにかくこのギター、なんだかとてつもないギターだぞということで、まずちょっとそうだな、掃除をする前に弦をまず外そう。はい。のんびり、日曜日にギターの弦交換なんて優雅でしょ。今からちょっとやっていこう。ちなみにここの場所はね、ガズさん家のね、縁側です。いいでしょ。庭が見えて最高ですよ。雨降ってるけど。最初に緩めて、もうギターのね、弦交換の動画他にもいっぱいやってるんで、流れはわかるでしょう、皆さん。このね、ギターはちなみにね、スプルーストップで、サイドとバックはマホガニーじゃなくて、メープルなんです。この木目見て、すごくない？見える？木目。いや、とにかくこれはね、もう超高級ギターです。だからこれ今見たら、ネット上ではですね、ほぼ売ってなかった。売り切れてた。まず何をしたいかというと、弦を外したいから、これ、こういうやつでね、これを、ピコッとこう外していくわけ。いやー、皆さんギター弾いてますか？僕ね、ウクレレ、普段ガズレレで、ウクレレばっか弾いてるんですけど、やっぱりギターもよく弾くんですよ。ギターはギターで、やっぱりそれは当然ながらね、音も大きいし、迫力もあってね、最高ですよ。ちょっと難しいけどね。難しいっていうかね、ウクレレよりやっぱりできることが、多いっていうのかな。あと、僕の場合はこのギターも独学でやってるから、自分ならではの、ことが、すごく多いんでね、この教えないっていう感じじゃないんですよね、このギターに関しては。あれ、これ抜けづらい。どうした？取れました。はい。で、ちょっとこういうところね、傷ついちゃうといけないから、膝の上で、こう、弦を外していきます。ニッパーで切っちゃってもいいんですけどね。ちょっと一手間外していきましょう。さあ、そしてギター、ガズギターですけど、皆さんどうですかね。楽しんでやってますか？ガズギターの考え方はね、もう超斬新だからね、本当にどんな方でもすぐできるギター教室っていうことでやってるんですけど、さあ、それでね、こういうところに置くとやっぱボディ傷ついちゃうから、何でもいいですよ。布とかバスタオルとかでもいいんだけど、今日はT シャツをこうやって引いときましょう。一応ね T シャツ引いて、はい、置いて、さあ今からきれいにしていこうかなと。何できれいにしていくかというと、結構もうこれはほこりも積もってるし、いっぱいこう、まあこういうギターポリッシュこういうのでちょっとまず汚れを取っていこうかなと。これはギブソンだからギブソンでやってみよう。これもね、ラッカーフィニッシュですから、これは塗装の種類がいろいろあるんですよ、こういうのね。さあ、あ、いいですね、綺麗になる。おお、めちゃくちゃ汚れが取れる、ツヤが出てきました。もうこのギターを持ってるG ラボ代表の上田さんに聞いたら、もう全然触ってないっていうことなんで、もう久しぶりに空気に触れてるんじゃないかっていう感じですけれども、まあもともとがね、すごいいい作りのギターだからね、楽しみですね。もう弦、サビサビの弦でも音だったんだもんな。あ、これブリッジね、これは取れちゃうんでね、気をつけといてくださいね。どっちがもし取れちゃった場合は、取れた時の状況を覚えといて、向きが反対になっちゃうといけないんで、こっちだぞと覚えとかないとまずいです。このギターの場合は分かりやすく、こっちが一弦側が長いって覚えておくといいかもしれない。これ取れるようになってるんで、取れちゃっても安心してください。よし、綺麗になってきた。いいね。こういうところはね、肘が当たるところだからね、塗装がまあ傷みやすいっていうか、この汗とかね、ここはやっぱりもうちょっとくすんでるな。ここはまあしょうがない、そういうこともあるし、まあ、ギターって使ってなんぼですからね。はい、こうやって拭いてあげると、ボディ全体をね。これちょっと暗い色だからね、手垢が目立つんですよね。触った時ペタペタね、人間のこの皮脂がというか。よし、でもいいですよ、順調順調。このギターはボディがめちゃくちゃね、分厚いの、この厚みが。なんだけど、ボディのこの表面はちっちゃいんですよ。スモールボディだと思うんだよね。すごい表面はちっちゃくて、すごく厚いから、ちっちゃい割にはすごい奥深い低音も出て、響きがやっぱいいんですよね。この木目とか超やばいんですけど、見えるかな？なんかこのメイプルの。これはね、そりゃ高級ギターですよ。高級ギター。すごいな、このギターをゲットして。よし、さあまずざっくり拭いて、いいですね、めちゃくちゃ綺麗になったぞ。よし、でここのネックももちろんウキウキして、はあ、よし、いいぞいいぞいいぞ。ここは結構綺麗なヘッドね。はい、そしたら次は何をやろうかというと、この指板ですね。最初にフレットを磨こう。これはもう相当くすんでる。こういうね、ギターの金属パーツ専用艶出しみたいなのあるんです。これをですね、こう塗り込んでフレットを磨いていきます。これがね、やると生まれ変わるから。今はね、フレットどうなってるかというとね、ちょっとこう、わかるかな？キラキラしてない。もうくすんじゃってるんですよ、金属が。これを、このボロ切れ、ウエスで、使い古しの T シャツとかをこう取っといてください、皆さん。楽器をやる人は。でこうフレットにこう、これをまんべんなくこう、行き渡しといて、磨いていきます。よし。こんな感じです。シャキ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 。これでめちゃくちゃ金属磨きですから、言うたら。フレットがビガビガになりますから。これは気持ちいいんですよ。ピカールみたいなのですね。ピカール。知ってますか？ピカールって。金属磨き。よいしょ。まあ今日の動画はこんな感じで、ガズさんが原交換ときれいにする動画をただただ流しているということの、今日のガズギターはね、そんな動画です。来週からこのギターでまたガズギター超簡単レッスンをしていきたいと思います。ちなみにガズギターもね、まだ1年経ってないんですよ、始めて。始めて1年経ってなくて、曲数も結構まだまだね、やってない曲っていうか、逆に言うとそうか、1年の割には曲数は結構取り上げてんだろうな。ほら、金属磨きでやると金属のね、この磨きのね、黒いのがつくという、ね。ああ、もうめっちゃピカピカ。素晴らしい。いいですね。このギター弾いたりウクレレ弾いたりする人は、この弦交換をするときに、こうやって自分の楽器をですね、こう、なんていうのかな、調整するというか、いい状況に、置くための、この神聖な儀式みたいなもんですよ、こういうのは。これを楽しめるかどうかが、音楽を楽しめるかどうかにちょっと直結してますからね、これはね、これは贅沢な時間なんですよ、皆さん。日曜日にね、弦、ウクレレとかギターの弦を交換して、こう磨くっていうのはすごいことなんだよ。すごい、綺麗になってます。ちょっと見てもらおうかな。アップにして。よし。どんな感じかというと、はい。ここら辺が今磨いて、ピカピカになってるのわかる？まだちょっと最後仕上げるけどね。で、ここがまだ磨いてないところなんですけど、くすんでるんですよね、この辺は。はい。こうやってどんどんピカピカにしていきますと。よいしょ。すごい汚れてるな、やっぱり。ギターってここね、指で触れるところだからさ、やっぱり汚れやすいんですよ、指板っていうのは。指板、ツーン、ワッつって。でもこのギターはもう当たり前だけど、そのギブソンっていう超一流メーカーが、まあ、こだわってる、まあ、やつなんでね、すごい、作りは素晴らしくいいですよ。当然ながら。もう、世界のギブソンですからね。ちなみにマニアックな話ですけど、僕アコースティックギターはもともとギブソンが超大好きだったんですよ。だけどなんかひょんなことからマーチンというギターを弾いて以来ですね、そのマーチンの響きにもう惚れちゃって、それからはね、マーチンずっとマーチン一辺倒だったんですよね。なんだけどなんかここ最近はまたギブソンの方がなんかロックしててかっこいいな、音もなんかね、ギブソンの方がだからどっちかっていうと僕のイメージだとやっぱりワイルドな感じで。このギターじゃなくて、いつもガスギターで僕が使っているギターは、あれなんかも1960年代の本当のヴィンテージのやつで、なんつうのかな、音がね、ものすごいのぶといんですよね。で、なんかワイルドなの、綺麗な音っていう感じじゃないんですよ。でもこのギターはきっとね、綺麗な音だった、さっきはすごい透明感があってね、いいなって感じでしたね。おー、すごい綺麗になってきた、フレットが。これもなかなかね、根気と、力もそこそこいるという磨き作業ですから。うん。いいね。すごいですよ、ほら、こんなに汚れるんで、汚れるっていうかね、金属磨きってこういうもんですからね。こういうところにこの金属のところをこう、黒くしてなんか変わっていくっていうか、布をね。超綺麗になってきた。よし、今1フレット。最後の1フレットでございます。いいですね。はい。で、磨き終わったら、やっぱりこれ、仕上げ拭きがやっぱり必要なんですね。なんで、もう一回綺麗なところで、もう一回全部こう、磨いていきます。もう一回磨いていく。軽く。よし。かなりいいぞ。いいね。やっぱこの元がいいからね、もうやっぱ磨けば、どえらい勢いで輝きますから。よし。はい。そしたら次は何をやるかというと、はい、これで、このボロ切れ、ウエスは終了で、次のウエスを取り出しまして、ここに潤いを与えていこうと思います。潤いっていうのは、はい、こちらです。オレンジオイル。これはですね、こういう塗装してない、こういうところとかこういうところには、これで、潤いを与えてですね、乾燥を防いだり、汚れを取ったりするわけでございます。これやったら超綺麗になるから。いやー、素晴らしい響きじゃねえや。素晴らしい照り、輝き。まさに、潤いが加わっております。潤いが。すごいよ、これ。これもちょっと見てもらおう。ほら。このオイルを塗ったところ。まだこれから塗るところで結構差があるでしょ。このしっとり感、オイル、オレンジオイルを塗り込むと、こういうところはすごくこう綺麗になるよと。気持ちがいいんだ、これが。このオレンジオイルが入っていく時のね、この感じはね、もう最高ですよ。掃除してる分一番の喜びね、これは。やっぱりあれですよ、乾燥は良くないです、ギターは。と言ってもね、これから梅雨のシーズンでね、湿度多すぎるのもまたダメですからね。そういうの難しいんだよね、湿度管理っていうのは、楽器はね。ガズさんがね、夏とか冬でよくね、こう楽器の管理の質問をされるんですけど、一番ね、シンプルで分かりやすいね、楽器のいい保存方法は、人間と同じです。暑ければエアコンをかけて除湿して、寒ければ、暖房をかけて加湿する。楽器も人間と同じに扱うとおけば、ひとまずはいい状況を保てるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、それシンプルで分かりやすいでしょ。はい。だから僕たちが心地いいところに、だからつまりリビングルームに置いとくとすごくいいんだろうね。というふうにガズは思ってて、よくお伝えしてます。よし、いいじゃないか。素晴らしい。なんだこのどえらい美しさは。そしたら、今度はここのね、ブリッジのところの、にもこのオイルをちょっと塗っていきましょう。それでね、このオレンジオイルがね、めちゃ香りがいいんですよね。オレンジのオイルだから文字通り。おい、すごい。こうやって潤いを木材に与えて、ありがとねと。ありがとねっていうか、まだ弾いてないからね、これからよろしくねだな。はい、やっぱこの愛を、ね、込めるのは大事ですよ。よし、これでひとまず、はい、見て、この潤いが加わったこのネック見てください。さっきとはえらい違う、フレットもピカピカで、指板にも潤いが与えられておりますと。素晴らしい。そしたらここからだから弦を張っていきましょう。はい、さあ今日張る弦は、まあ本当はっていうか、いつもはコーティング弦と言われるエリクサーの弦を張ってるんですけど、今日はダダリオで行こうかと思ってますよと。よいしょ。このね、弦のビニールがね、なんかいつも切りづらいんだよね。ギターやってる人あるあるでしょ。ここの最初の切り口がね、切れないんですよ。変に伸びるビニールなんでね。よし。よし、じゃあ、貼っていきますか。弦交換もね、儀式ですからね、これは。よし。まず、こっちからいきますから。いつものように、このボールエンドのところを、ちょっとパキッと最初に折り曲げとく。キュッと折り曲げと、これがポイントですよ。最初にちょっと折り曲げといて、ここのホールに刺していく、刺していく、刺していって、そしてこのエンドピンでポチッとあなた刺していきます。押し込むように刺していきます。はい、ガズさんめんどくさいんで最初にこっちを全部やっちゃう派。これいろんなやり方あると思うんですよ。人によって全然張り替えるんですよ。ちなみに、このギターの弦張り替える動画はですね、もう過去に1回か2回取り上げてるんで、詳しく知りたい方はそれ見てもらう方がいいかもしれない。今日はね、おしゃべり動画だから。おしゃべり動画。はい。4弦をここに入れて、これでサクッと押し込む感じ。これも3弦で、ここに押し込んでいきます。よし。ね。で、1弦と2弦も、ここのところをキュッと折って、キュッと折って、そしてあれ、もう一個どこ行ったらいいかな。あったあったあった。よいしょ。これなくさないでね。よくなくなるの、このボールエンドのね、なんだろう、このエンドのこの差し込むこの白い棒ね。これよくなくなっちゃうんですよ。油断するとどっか行っちゃったってなるからね。で、あれそう言いながら、あった。そう言いながら今は僕も怪しかったです。で、1弦も刺して、よし、キュッと。はい、これで OK。そしたら、まずこのブリッジを、こっちのね、1弦の方が長いなっていうふうにさっき言ったこれを、向きを間違えないように、ここにサコッと、入れてあげてですね、いいですね。はい、OK。で、6弦からガズさんは、張っていくぞーと。ということです。このねギターはやっぱりねちょっとスペシャル感が半端じゃないね。このロゴマーク、後で見せるけどヘッドのロゴマークとかこのポジションマークもさすごいこだわりがある。ニック・ルーカスさんっていうシンガーソングライターがいたらしいです。その当時大昔アメリカにその人のまあ一応シグネチャーモデルということになってるらしいんですけど、ボブ・デュランが使ってたって書いてありました。ちょっと調べたらボブ・デュランが言いづれえな、ボブ・デュランが使っていて、みんな知ってる人も結構多いということらしいですけどね。その僕全然ね知らなかった、このそのニック・ルーカスモデルというのがあるってことも知らなかったし、そういうギターがこの世の中に存在するかしてたっていうのも知らないし、これを、ちょっと使って、ガズギターのレッスンしていきたいなと、そんなふうに思ってるわけでございます。よし、いいですね。ギターの弦高感、ウクレレの弦高感っていうのはですね、楽しいですね。心が洗われる儀式ですから、皆さん楽しんでやってくださいね。本当にね気分一新できるね、凄まじいいいコンテンツだと思います。弦高感っていうのは下に巻いてくださいよ、いつも言ってますけどね。はい、いいですね。いい音だ、いきなり。よいしょ。いつもはねいつもはエリクサーというね、コーティングしてある弦を使ってるんですけど、コーティングしてある弦の方がすごい長持ちしてですね、すごいいいんですけど、本当のこと言うと響きはコーティングしてない方がやっぱりいいかなと思うんですけどね、そんなにやっぱりその響きがね、ゴージャスなジャラーンという張ったばっかのね、響きっていうのはそんなにやっぱ持たないんですよね。まあなんでそこはちょっといろいろ考えどころですけど、そういう弦もいろいろ張ってみるっていうのがおすすめですね。ギターにしてもウクレレにしても、ウクレレやってる人はね、G ラボのウクレレ弦もすごくいいけども、他の弦もいろいろ試してみて、見るのがやっぱりいいと思いますよ。おー、ギターの弦はね、硬いんだよね、太いから。よし。よし。OK。はい、もう、6、5、4弦は張り終わりましたと。そして4弦を張っていく。さーって早く弾くの楽しみだな、これ。よっよっ。テンションをちょっとかけながらね巻いていくのがポイントです。上に巻いちゃった。これ油断してると上に巻いちゃう。下に巻いていってくださいね。よし、いいね、いいね。よし、そしたら今度は2弦だぞと。2弦ぐらいからこう下に巻き込みたいねって感じだな。ペグもなんかこれね普通のペグとちょっと違うスタイルのやつがついてますね。このペグは後ろがねカバーがついてないオープンスタイルのペグの後で見せますね。こんな感じで。このギターの弦ってさ、もう本当にこのぴょんぴょんしてるじゃないでしょ、この飛び出してると。これ本当気をつけてね、目とかに入ったらどうやらいことになりますからね、危険ですよ。よし、だからもうこれいちいち切っていった方が本当は安全。よし、で最後1弦。うん、ちょっと。思わず無言になっちゃう。よいしょ。よし、これでよし、ひとまず貼れました。ここからチューニングですね。そういえばチューナーを忘れた。ちょっと持ってこよう。あ、チューナー持ってきました。 G ラボチューナーです。さあチューニングをしていきましょう。一弦が飛び出して、ここもよく最後押さえといてくださいね。油断してるとこれがピョーッと岩みたいに飛び出していくから、ね、よし、いいですね。よいしょ。6弦はいいです。5弦は A、 いいね。で4弦は D です。ABC C シャープ D、 3弦は G、 E、F、 すごいテンションだな。 G、 2弦は B、いいですね。1弦は E、 F、 G、 A、B、C、 すごい張るよね。怖い、怖く感じるね。はい、1弦まで一応あったけど、もう一回何回か6弦までやっていきます。下がってるから。なんで下がるかっていうと、ネックがこう弦に引っ張られてこう起きちゃうんですよね。その度にチューニングは、していって、調整、安定するまではこれを繰り返します。ある程度 E、A から E、A、D、G、B、E、もう一回6弦 E、A、D、お、いいね。お、いい子いい子。お、いい子いい子。だいぶいいぞ。だいたいいいでしょ。このぐらいで。さあ弾いてみましょう。いい音だなぁ。これ低音からハイまですごいきっちり出て、すごいいいよ。ちょっとピックでも弾いてみたいな。ピックを持ってきます。よし、ピック持ってきました。ピックでも弾いてみよう。これをちょっとチューニングの様子を伺おうかな。よし、ほい。ちょっとせっかくだからいつものギターと弾き比べてみようか。持ってこよう。せっかくですからね。同じギブソンだけど雰囲気やっぱね違うんだよね。まあ、ちょっと似てるんだけどな、感じはすごい似てるんですけど、やっぱりね個性がやっぱあるんですよね。すごい似てますけどね。ほらこれがいつもガスギターで使ってるこの60何年64年製だったっけなギターなんですよ。いつもねあれですよ皆さん、ギターはね緩めといてくださいよ。弾く時にチューニング合わせた方がいいですからね。ネックが反るから。ただしこっちの方が弦張り替えたばっかだからね、こっちは結構前に張り替えたやつなんで。いいですね。よし、これも弾いてみましょう。丸い感じがする。これはもう本当に古いね、僕の年より上ですからね。1964年っつったらだってもう60年近く前のギターですから。これはこれでなんかこう渋いでしょ。こっちの方が中音域が出てるんですね。こっちの方が低音がもう圧倒的に出てる。やっぱりこのボディの厚さの違いだと思うんで、ほら見て、こんなに厚さ違うんだもん。じゃあもう一回ちょっとこっちを持ってみると、同じようなフレーズを弾いてみると。の方が低音から高音までがビャキャーンと出るね。だからこれはね低音と高音がすごくジャキッとなるタイプのギターで、対してこっちのね、いつも使ってるガズが持ってるこっちのギターは、このヴィンテージはやっぱ中音域がすごく出るんだなということがなんかこう比べてみるとよくわかります。ただしこっちは弦張り替えたばっかりだからなおさらその効果が、強く出るかなと思うんですけど、これボディもね小ぶりでねめちゃくちゃいいですよ。まずネックがね抑えやすいです。さっき弾いた方はネックがもうすげえ太いんですよね。まあ、そこがワイルドなんだけど、こっちの方がすごくこういわゆるなんか繊細なイメージはあるかな。まあということでこうギター同じギターでもねやっぱり同じメーカーのものでもやっぱいろいろあるよということでございます。まあでもなんせこのギターはねとっておきの高級ギターなんでちょっと楽しみですね。ちょっとお借りしてしばらくガスギターで使っていこうかなと、そんな風に思ってます。そんな動画でした。なんか結構緩い動画でしたけど、まあ、たまにはいいですね。そしてこのギターもちょっと僕の手でね、借りてる間はもう全身全霊で育てていこうかなというふうに思います。ということで、また日曜日限定ですけども、ガズギター教室、このギターで、次週からやっていこうかと。そんなご挨拶動画になりましたということで、梅雨ですけど、皆さん、原稿感とか、こうギターとかウクレレとか掃除して、楽器をこうめでてですね、いい音といい音楽、クリエーションできるようにやっていきましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。